ようこそリーダーの挑戦へこの番組では僕が最も尊敬するリーダーの方をゲストとしてお迎えし五つのキーワードからその方の人生哲学に迫っていきたいと考えています今回のゲストはアクサ生命株式会社アクサホールディングスジャパン株式会社代表取締役社長兼 CEO の安渕誠一さんです安渕さんどうぞよろしくお願いしますよろしくお願いします安渕さんは1979年早稲田大学卒業後三菱商事に入社1990年 ハーバード大学経営大学院を修了ディップルードジャパン UBS 証券を経て2007年 CE キャピタルジャパン社長兼 CEO に就任2017年 VISA ワールドワイドジャパン代表取締役社長に就任2019年よりアクサ生命保険並びにアクサホールディングスジャパンの代表取締役社長兼 CEO を務められていますということで安曽さん本当にようこそいらっしゃいましたお招きありがとうございます安さんととはハーバーバドのの一つ目の先輩と ということで、ずっと以前からですね。近くで安部さんを見ていて、その後の発展を見てきて、今日多くの話聞けるの楽しみにしています。そ,それでは、一つ目のキーワード、能力開発について、お伺いしたいと思っています。安部さん、どうやって能力を鍛えてこられたんでしょうか。お願いします。はい。えー、っと、多分四つ、か五つのアプローチがあると思っています。はい まずはやっぱりこう、まあ、リーダーとして学び続けていくっていうことですのでうん、うん、例えば外部の学校であるとかうん、うん、経営塾みたいなところをです、ね、しっかりとそういったところで学ぶということもやっていまして例えばハーバードに行ったらもそういうことで,です、ねうん、外に行ってしっかり学びたいっていうことでもありますしうん、うん、から社会人になった時に作った勉強会があるんですね、うん、これは複数の大学と複数の企業の人で作った勉強会っていうので,です、ね、講師を招いたりしながらこれ実は今日まで続いている勉強会があります。うんうんうん それから松岡聖吾さんという方に10年ぐらい前に友人を通じて知り合って、うん、まあいくつかのオープンになってる会に出たりしてたんですけれども、うん、5年ぐらい前からです、ね、今の名前でいうとハイパーエディティングプラットフォームという名前の社会変革をまあ意識した経営塾みたいなものがあってそこにも実は今現在参加していまして。はいうん えー、この三月までということで参加したりしてですね、うん、学び続けていく、うん、まあ渋沢健さんのところの論語とソロ版啓示塾の私はご規制として学んだりとかですねそういった外での学びっていうのは一つは続けているいくら偉くなってもその塾生として生徒として学びを教えをこうということをずっと続けてらっしゃるといですねそうですねやっぱりこう、うん、フラットなに人と接するっていうことはすごく大事だってことは常にやっぱり自分がやっぱり学ぶ立場、うん、先生に対して 教わるっていう立場って結構大事だと思っていて、いいね、そういったことを続けています。安渕さんが熟生生徒だったら本来講師もビビるかもしれませんけど、いやいや <laughs> 素晴らしい姿勢ですね。そうですね。だからなかなかこう普通の企業とかビジネスをやってて会えないような、はい。うん テーマで話していただける学者さんにお会いできたりとかです。そういったところがすごく面白いと思ってやっていますで2つ目はやっぱり企業で研修っていうのはいろいろあってですね特にやっぱり g 時代クロトンビルっていうまあ研修の伝導みたいなところがあってそこでリーダーシップの研修をやったりとかですねある時はマウンテンビューのシンギュラリティユニバーシティで 1> 1週間の研修すごいですね、なんかあの元ハッカーみたいな人たちがいろんなことをです、ね、<laughs> 語ってくれたりですね、すごいところがあったりとかですね、はい、アクサに来てもそういった研修、続いてまして、いわゆるトップのシニアマネジメント全員でイスラエルに行って、これは2019年、コロナ前ですけども、はいうん、イスラエルのことを学んだりといったら、企業研修、はいうん、から3つ目がですね、いろんな NPO とか NGO の人たちのサポートをやってます。はいうん で、この人たちの問題へのアプローチとかですね。うんうん、どうやって周りを巻き込んでいくかみたいなところからですね。うん、やっぱりいろんな。こう力っていうか、能力っていうのを学ぶことも多いので。こういったのも重要な私にとっては学び、うん。まあ、異業種とか、そういった、あるいは若い人が学ぶって非常に重要ですよね。非常に大事だと思います。うんうん、で、その人たちの問題意識っていうのは、ね、やっぱりわかるか、わからないかっていうのはずいぶん違うと思いますし。うん <で>うん、そういったことをです、ね、今度逆に自分がアウトプットしていくということはすごく大事だと思っていて、うん、大学でもです、ね、年に何回か教えていたり、うん、外でこういろいろな講演をやったりとかメディアのインタビューだったりという形でいろいろ自分のこう持っていることを少し体系化したりして、うん、整理してお話しする、まあ、グロービスもお話しさせていただいて、えー、とビデオにも残ってますけども、はい、そういった形でお話しする。まあ、グロービスの講師も 教えることっていうのは学ぶことよりさらに難しいんだなってことを、ね、私もブログで教えてですねすごく痛感しました、はい、でそういった形でアウトプットすることによって学びが逆にこう定着したり体系化したりしていくということうで,、ねうん、で5番目はですねこのいわゆるリフレクションですよね、うん、じゃあ自分本当に学べてるんだろうかとかです、ねうん、成長してるんだろうかみたいなことを自分で振り返って自分で評価するみたいな。 この1年間成長でできたかかなとかですねそんなことをです、ね、リフレクションをしながらやってるとそういうのがですね、まあ、自分の能力っていうか自分の学びっていうのをやってるっていう主なアプローチでさ、ねうん、まざまな、あ、あらゆる場を使って学び続けるということの中の、まあ、いろんな塾であったりとか勉強会に加えて企業研修であったりとかあるいはあれですよねそういった NPO を含めた形で 学び続けてていいくくととかかリフレクションをしていくとかそういう形で学び続けていくということですが最初のこの MBA は安部さんってどういった意味があったんでしょうかもともとですね、まあ、多流試合いうね、はい、言葉がありますよね、はい、だから自分の道場の中ではある程度自分の力が分かってくるというような段階が社会人としても自分の会社の中ではある程度見えてくるようになるでもそれに満足しちゃいけないなと思ってたんですよ。うん 外にはもっともっといろんな強い人たちがいたり違った才能を持っている人たちがいるだろうなと思っていてそれをどうやって知れるんだろうとまあ一つは勉強会みたいな横のつなぎですけどもトップスクールの m b a っていうのはこれはすごいだろうなとどんな人たちが来てるんだろうとそんな人たちと自分はどっかで一緒に働いたりあるいは競争したりするかもしれないその中で自分どれぐらいの位置にいて何ができるんだろうということを見極めたいっていうのはすごく強い動機でしたねで結局どういった能力を開発されたと思われますでしょうか そうですね能力の開発という意味ではです、ね、例えば問題をどういうふうに特定するかっていうです、ねうん、今まではです、ね、ある問題を解いていくということが例えば求められていた場合が多かったわけですけどもそうではなくて本当の問題はどこにあるのということをすごく学んだというのが、ね、一つ大きかったというふうに思います。それから 一一つ一つの意見が優れていてもそれを多分全部一にできないいっていうようなことがあるわけですよねそいった時に勉強会などを通じても,私,もてあ私は意外にそういうことをまとめていって、うん、プランにしていったりこう違う意見をつないでいったりすることって意外にできるなと、うん、なる一人一人が超優秀でもです、ねうん、全部いっぺんにできない、うん、そういったこういわゆるコーディネーションだったり、うん、オーケストレーションみたいな能力っていうのはあちょっとあるかもしれないなってことを思いましたね。 要は相対的に自分の能力が秀でている面を認識したということとあと問題発見の方法なんですねそれと問題解決をするということを学ばれたということですがまあ僕の一つ目の先輩で <laughs> 安淵さんとかはもう、まあ、きちんとねしっかりとその良い成績で卒業されていってるなという印象を持ってたわけですが僕にとって MBA というのはその OS みたいなものなんですね。全体のそのそ 頭の中の中それから卒業後にそういった僕も継続的に学び続けていて足りない部分を付け足しながらその中でこう自分をアップデートしていくっていわれてるわけですが体系的に2年間学ぶことによって問題解決発見さらにはこう構造化して捉えていくこととか経営の全般を理解することができたんで。 そそれは大きかかったかなというう感じはします、ね、そうですでねやっぱりこうフレームワークがいくつも入ってきたというのは大きいですね、はいうん、物事を見るときにどういう側面で見ていけばいいかという、うん、まさにその OS みたいなのも入って、まあそう、あとアプリケーションを出してばいいわけだと思うんですあともう一つ、ですね私、NBA で立てた目標があって、ですね 1>,、うんうん、1年目っていうのはまあ全部の人、同じセクションというかクラスすごでクラスで行われるですべ、ね、てのパーティーに呼ばれたいっていうです、ね、そういう <laughs> れはプライベートなパーティーも含めて。そうですそれすごいですね でそのために何をしたかというと、うん、自分の家でパーティーを開くんですよなるほど手巻き寿司パーティーとか、うん、その,のいっぱいやってですね面白いことに呼ぶと呼ばれるんですよねでこれ結構実は良かった点と苦しかった点があってですね、うん、免許めちゃくちゃ大変なのにこのパーティー行かなくちゃいけない一年目ですもんね 1>, 1年目相当苦しかったんですけどもでもそれをやったことによって本当にいろんな人たちを知り合うことができた、うん、そうですよねクラスの発言とか比較的…うん、まあ。 簡単って言わないんですけどフォーマットできてるけどプライベートなコミュニケーションって結構難しいんですよねそのプライベートの場で英語でこう人間関係作っていくっていうのはその部分をしっかりとやってらっしゃったってことですねそれがやっぱり一つの興味だったんですね来てる人例えばカンザスから来てる人がいろんなろアメリカだって広いわけですねその時本音が出たりとかそれで人間同士で遺するってことができたと